はい、というわけで今回も始まりました、MK2 の東京組がメインでお届けする MK2 ラジオ放送局ということで、今回第9回目の収録ですね。はい、なんですけども、で今日が、3月26日ということで、3月の収録は最後なんですけど、そうですね。どうですか、4月を前にしてバタバタしてますか、新生活。いやもう本当にバタバタですよ。今もうちょうどこの撮影してる期間、仕事の有給を申請して4日間休みもらってるんですけど、その間で引っ越しをしなきゃいけないっていう状況で。そうか、引っ越しがそうですね。そうなんですよ、有給で有給を使って引っ越しをしなきゃいけない。わざわざ有給を使って引っ越しをするんですか。そうですね、もうだって休みそうじゃないと取れないので。まあでも結構いろいろ昔のパソコンとか処分したりとか、はいはいはい、それこそ今まで買ったその積み上げられてた CD 売ったりとか。ああ、なるほどね。そうそうそう、そういうのやって。なります？いや、全くならなかったですけど。はいはいはい。パソコンなんかは。メルカリとかで売った方が。はい、いや、でもメルカリ大変なんですよね。一個一個出品しなきゃいけないじゃないですか。ああ、そっかそっか。確かに。そうなんですよ。まとめてだと誰も買わんしなってなるし。はいはいはい。そう、だからすげえめんどくさくて。結局業者に頼んじゃったんですけど。ああ、はいはいはい。CD とか、だって800枚ぐらい出てきたんですよ。800枚、うん、ただ、あれなんですよ。一つのところに売るってなると、同じ CD は売れないんですよ。うんうん、なんか。はいはいはい。あの、やっぱお店でも同じ CD 何枚もいらないってなっちゃうんで。ああ、なるほどね。そう。はいはい、だから、別種類のタイプ ABCD と通常版で分けて、まず、うん。はいはいはい。で、それの種類だけでまず送って、で、うん、残ったやつはもう売れないからリサイクル出してみたいな。はいはい、ああ、はいはいはい。そうそうそう、それに結構時間取られましたね。 CD はでも結局それだけ出しても800円ぐらいにしかならなかったです、うん、その枚数で。まあまあそうでしょうね、はい、うん、そんなもんなんですよ、うん、期間レベルですね、うん、本当にそんな感じですね。はいはいはい。パソコンも一番最初に買ったデスクトップのパソコンが今までに残ってたんですけど、はいはいはい、それもう使わないからっていうので売りに出したんですけど、はいはい、それも結局古すぎて中のパーツ取りしか使えませんってなって、うんうん、はいはいはい、なるほど。で見積もり出してもらったら4000いかないぐらいにしかならなかったんで、安いな。まあでもそんなもんかと思って、はいはい、一番最初に買ったやつなんで、それこそ YouTube 始めて 2,3 年経ってから買ったようなパソコンだと思うんで、年数で言うと多分7年6年とか使ってるようなパソコンだったので、あ、まあ、やっぱ結構長持ちしますね。あ、まあ、はいはいはい、そうですね、自作とかそういう感じだと結構長持ちはするんですけど、うん、うん、まあ、でもやっぱ20万ぐらいで買ったやつがそれぐらいになるとちょっとショックだよねっていうところはありますよね。あ、確かに、うん、まあまあそうですね、そんな変わるんですよね、うん、そう逆に。まあまあでも邪魔になるよりはいいかなと思って、うーん、はい、まあそんな感じで今ちょっと絶賛引っ越し中で、この撮影終わったらそれこそネット環境とか全部もう切断に入るんで、はいはい、うん、ええー、そうなんですよ。だからもうこれが最後の撮影っていう感じですか。もうこの次はいつですか、そのネットが使えるようになるの。一応引っ越した先でも使えるんですけど、うん、ただそもそもまたパソコン入れてで机組み立ててみたいなところが始めなきゃいけないんで、うん、はいはい、はいはい、もう新しいところについてる、ついてない、まだまだこの状況で、あの引っ越し前のところから撮ってるんで、この撮影終わったら、はいはいはい、とりあえず徹夜で明日もう荷物出すんで、全部片付けてみたいな。きつすぎだろう、だって働いてるんでしょその上で。そうですね、きつすぎだろう。今日もだから昼間は役所に行って点数届出してみたいな、はい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 、のを周りでやってたりとか、いらない家電製品をその知り合いの人に渡しに行ったりとか、うん、本当にそんなのでバタバタしてて一日終わっちゃったって感じなんで、はい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 、なるほど、うん、今はそんな感じですよ。うん、じゃあ次回の収録の時はもう引っ越し完了してって感じですかね。多分そうだと思います。あだといいって感じですか。しっかりできるといいな。あ、ただあれなんですよ、ネット環境自体はあの次のところの方が絶対良くなるんで、1ギガの契約ではあるんですけど、
はいはい、ただ昔のタイプの何ていうんですかね、電話線挿してみたいな感じのタイプなんで、はいはいはい、100メガしか速度出ないんですよ、うち。100メガ、ああそうなんだ。そう、1ギガの10分の1しか出ないのでめちゃめちゃ遅くて、はいはいはい、ダウンロードとかは結構遅かったってことか。ダウンロードもめちゃめちゃ時間かかるし、動画アップロードするのもめっちゃ時間かかるんで、それこそ寝る前にアップロードして、次の日朝起きてアップロード終わってるか終わってないかみたいな。そう、毎回そんな感じでやってたので。やば、はいはいはい。まあでも次新しく引っ越す先では、それこそ新しくネット契約し直すので、はいはいはい、ちょうど10ギガが始まったぐらいなんですよ、新潟だと。ようやくなんかエリアがちょうど被ってくるみたいな感じなので、まあじゃあタイミング見計らって10ギガのプランにしようかなと思って。はいはいはい。なんで速度的にはだいぶ変わるというか、安定するんじゃないかなと思うんで、だいぶ、なるほど、そこだけちょっと期待っていう感じではありますけど。じゃあ割とこの収録もしてる場合じゃないというか。そうですね、もうこれ終わったらすぐ片付けを始めなきゃいけない、すぐ。なるほど、まあ、このちょっとバタバタしてる状態で、マチさんはね、ミッキーさん的には大丈夫ですか、うん、いつも動かれなくて感じですか、はい、でも若干でも最近天気が悪くてちょっとね、憂鬱な感じにもなくはない。まあでも明日からまた回復していくらしいかね。はい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 、はい、これからも春本番って感じですか。新潟は雨ではない。新潟は今日めっちゃ雨でしたよ。雨でした、うん、だから荷物運び出すのめっちゃ大変で、びしょびしょになりながら荷物運んでたんですけど。まあ、ただパソコン関係とか運ぶの今日なんですけど、今日はなんか予報だとすごい晴れるっていう話なんで、ちょうどタイミング的には大丈夫そうだから良かったなっていう感じではありますけどね。そうですね、引っ越し日和。なんちゃんさんはどうですか、仕事的には落ち着いてる感じ。いや僕もね、全く変わりなくそうですね、うん、って感じで。ああなるほど、はいはいはい、なんで割とまあこの収録も楽しみにしてるって出てきてるんで、うん、よかったです。はいはい、はい、って感じで、まあ、4月以降もねこういう感じが続くことを願って、うん、そうですね、はい、とりあえず今日の収録、はい、やっていきたいと思います。本日3月26日分の収録、MK2 ラジオ放送局やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、というかで、はい、メインのコーナーですね、はいはい、坂道グループだったり、はいはい、48グループだったり、うん、いろいろね、うん、ありますんで、はい、その1週間あった出来事を取り上げていこうかなと思うんですけれども、はい、まあ、まずはですね、前回の、1週間で上げた動画に対してのコメントをまた多くいただいてますんで、そちらを取り上げていただこうと思うんですけれども、はい、まあ、今回 SKE のまたコメントですね、うん、いやすごいですね、本当に1週間ぐらい経った動画にもコメントしてくれるから、みんな。いやそうなんですよ、もちろん全部はちょっと数がすごい多いんで、はい、取り上げられないんで、今回もちょっと、はい、抜粋しつつって感じで読み上げていこうかなと思います。はい、じゃあまず1つ目、SKE に関して、ジェストの尊敬すべき点は、うん、まず1つ目、ABEX とは別に HMV 参加に自社レーベルを持ったこと、選抜シングル以外の CD、各個派生ユニットのカミングフレーバー、ソロの古畑直、囲碁優奈、各グループの新公演、をここから出すことで、うん、HMV か、自社ホームページからしか売れない、各個 ABEX の販売物が使えない、が、お渡し会など、で当事者メンバーおよびファンのモチベーションは確実に高くなったと思うと。で、2つ目、セカンドキャリアの一環として後輩の人望が高かった6期生がゼストの企画、うん、マネージメントの部門におり、うん、ダンススキルの高い7期生をゼストのスクールおよび研究生のダンス講師にしている。へ、結果運営への風通しが良くなっているのがドキュメンタリー番組を見ても明らかに思えるってことで、なるほど、そうなんだ、これ HMV の参加自社レベルあったんですね。うん、なんか SKE だけだいぶ異質な感じは してたんですけど、はい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 、でもなんかこの売り方だとあれですよね、本当にそれこそモチベーション的にはね、それ専用みたいな感じになるから確実にね、いい感じにはなりますもんね、もちろんね、割と自由にね、うん、できるってことですもんね。ですよね。うん。そうです、お渡し会とかね。はいはいはい。うん、
そういうイベントをやりやすくなってるってはすごいいいですね。ですよね。そうですよね。はいはいはい。まあ実際ファンはあれですもんね。実際そういうところで買おうが関係ないですもんね。そうなんですよ。CD がどこで買っても安くなるわけじゃないし。ああ確かに変わんないよ、ね。だからどっから出ようが別に変わんないと思うんで。はいはいはい。だからそれに関しては別にどこから出してもっていう感じですよ、うん。むしろこっちの方がありがたいですよね。こうやってやってくれた方がね。そうですよね。はいはいはい。そっか、だからこの前買った公演のアルバムなんかも そういうことですよね。そこで買ったから、うん、うん、多分そうですよね。うん、ですね。うん、なるほどね。でそして2つ目あったのが、そのセカンドキャリアの一環としてっていう話ですね。これも前回話しましたけどね、うん、ね、あの卒業生だったりがしっかりこうセカンドキャリアで実際にね、うん、その運営に入っていたりとか、はいはいはい、はいはいはい、うん、ダンス講師してたりっていうのがあるから、逆にその SKE にいる人の気持ちも分かるし、うん、上側も分かるから風通しがいいようになるよねっていうところですよね。でこういう目に見える形でいるのがいい、ファンの目の届く形でいるのがいいですよね、うん、ですよね。まあ多分その坂道グループでも最近やっぱりアイドル卒業して芸能界引退する人みたいなのが多いじゃないですか、はい、ああ確かにね、はいはいはい、はい、多分、まあ、橋本奈々美さんの時とかもそうだったと思うんですけど、うんうんうん、まあ、もしかしたらその卒業後に新しい企業に入るとかにも、もしかしたらその、まあ、乃木坂側のなんかね、そのグループ会社とかっていうのにもしかしたらあるのかもしれないけど、そういうことが、うん、はいはいはい、けど別にそれをファンは知らない。そうですよね、全くそこら辺、うん、だ SKE でもこういう目に見える形でいるっていうのは結構、まあ、そのそれ以外のメンバーもすごい安心というかファンも安心ですよ、ね、うん、元々だからあれですよね、うん、それこそ橋本奈々美さんもそうですけど、橋本奈々美さんの場合はね、卒業後どうなったかファン的には噂程度にしか分からないみたいな感じですけど、そうそうそう、実際 SKE みたいにこういう形でね、うん、あの運営に入って活躍してるのが見えるってなると応援してた甲斐があるというか、うん、あ、ここでも活躍して頑張ってるんだなっていうのが分かるだけでもファン的には嬉しいですもんね。そうですね、そうそうそう、うん、仮に目に見えなくなってもね、安心じゃないですか。そうですね、こういうメンバーがいると、うん、じゃあ次のコメントいきます。劇場支配人は劇場が活動の主体であるデザイグループ前のプロデューサー的役割だったと思います。加えて48グループのエンタメ要素でした、うん、各グループ前にコンサート等でタキシードを着てのサプライズ発表はコンテンツとして楽しめましたと。SKE の湯浅支配人は握手会の際に空いているレーンを利用してゲリラ的に岩田レーンを開催し、直接ファンの意見を、聴取していましたと。話す内容は広報に伝えるスタッフがノートパソコンを打ち込んでいたので、ガチで市場ファンのニーズの調査の一環もあったと思いますと。私は実際劇場公演の話で自分の推し以外の注目面の話になった際、うん、岩佐氏はマジでその意見を真剣に深掘りして聞いてきました。そこでその面のどこがどういいのか、と私も熱く語りました。もちろん順当な流れの中でですが、その後、ここで語った2人の末永浅井が選抜面となり嬉しく思った記憶があります。そしてまた劇場ロッカーの鍵の件を話したら、その後順次古い鍵が新品に更新されたこともあります。こういうファンの意見を直接取り入れできる個人事業主的立ち位置の、支配人制度が好きでしたってことで、うん、はい、なるほどね。まあ岩佐さんは割と有名でしたよね、その辺。そうですよね、うん、結構、まあ、なんかファンの話もしっかり聞いてくれるみたいな、うん、そういうのもあって、うん、なんかそれこそ NGT とかでは支配人部屋みたいな支配人専用のレーンが あらかじめ開催されて、何時から何時まででやるので、ファンの人来てもらって意見交換しましょうみたいなのはあったりしたんですけど、そもそもの、ね、大元は多分岩佐さんがだいたいこういう感じで、ね、始まったのが多分最初だと思うんで、あ、うんうん、なるほどなるほど、そう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 、そんな気がしますよね。だから今のその業務的な感じでメンバーも兼任でやるみたいな感じとはまた違うところで、ちゃんとこうファンのところにより近場でこう話を聞いてもらってっていうところは、逆にその時代だからできた感じなのかなっていうふうには思ってましたけどね。まあそうですよね、これ、まあ、実際そんな聞いてもらってね、しかもこの、まあ、話した内容がね割と目に見える形で出てるみたいな、うん、このコメントくれた方にとってはね、それは嬉しいですよね。ですよね、うん、
やっぱ劇場通ってたりするとここなんでもうちょっとこうしてくれないんだろうとかって結構ファンの中で出てたりしたこともあったりするんで、そういう時にこう今だとねそれこそ支配人がいないってなるとどこに言えばいいのってなるんですけど、そういうのがあった時代だと直接じゃあ支配人に言いに行こうっていうのができたんで、そう、そういった意味ではやっぱまあ支配人制度今ねだいぶなくなってはいますけど、その当時はやっぱりファンと近い距離があったからできたことだろうなっていうふうに思います。なんか有名になってそこまで近い距離っていうのがなかなか難しくなってしまったからできないっていうのはなんとなく分かりますけど、まあ確かにこの時代のこういう立ち位置の支配人制度好きでしたっていうのはなんとなく分かりますよね。今だと厳しいんですかね、こういうことっていうのは。まあ、そもそもとか握手会自体がないから。そうなんですよ、握手会自体もないし、あとは支配人自体が、ね、今 NMB 以外はないので、実際にその意見を言うってなっても運営に例えばメールをするとか、だから直接本当に伝わってるのかってわからないので、はいはいはい、確かにね、そういうのは多分あるのかもしれないですよね。まあそっか、確かにそうですね。そのまあ坂道グループで考えても、そのまあそういう人はいないし、スタッフで有名な人はいるけど、直接言える場はないし、まあさらにしかも SNS が発展してるから、そういうところに書くわけじゃないですか。そうですよね。で、そういうのが誹謗中傷になったりするわけですよね。そうだからといって、なんかスタッフを置くにしても、本当にその人が上に伝えてくれるか分かんないから、だからやっぱ難しいですね、今の時代だと。ですよね。確かに そういう良さはこの時代ありました、ね。というわけで、じゃあ次のコメントいきます。はい、劇場改装のため、出張公演ですが、何も全てが反対というわけではありません。当然ですが、地方の AKB ファンがいて、関東に、行けない方々がいますので、出張公演するのもいいと思います。ですが、出張公演をすると他のグループの劇場公演ができなくなってしまうというのが懸念する部分です。HKT48 でいうと最年長の2期生が在籍12年で800回を超えたところです。劇場公演回数が減少してしまうと出演回数記録が心配になってしまいます。そして HKT ファンなので、偏見的な考え方で言うと、HKT48 は最初の劇場が閉鎖した時に地元のホールを借りて公演をしていました。HKT48 は、セブンスシングルあたりの全盛期で指原さんが在籍していたにもかかわらず、ほぼ AKB 劇場への出張公演を行わず地元で何とかしていました。でしたら本店の AKB48 も近くのホールを借りて関東で行えばいいと思うのですが、と。分社化したわけですし、改装工事をするから他のグループの劇場を回るとなるとご都合主義的発想とも思ってしまいますということで、これはもうあれですかね、出張公演自体他の劇場の他のグループの劇場を借りるってやるっていうのも発表されてるんですか。いや、まだなんですけど、おそらくそうなるだろうなっていう感じですよね。まあただその HKT のね、劇場がこう改装になるときは、まあホールを借りてっていう話でしたけど、これでも当時ね、一番こう盛り上がってる時代で売れてる時代だったからできた話で、今の AKB にそれできるかって言われると、借りて何日間もやるって結構ハードル高いのかなと思って。そうだったら劇場だったらね、その場を間借りすればいいだけなので、お金も取れるし、ね、金銭的な面で言っても多分そこまでリスク的にも、出張に行くにしても劇場借りれる時点でだいぶ違うよねっていうところは出てくると思うんで、確かに、これはもうなんか致し方ない気がしますけどね。なんとなくその、ね、このコメントで言われてることも分かるんですけど、ちょっと今の現状だと難しいのかなっていうふうには思ってしまう気はしますけどね。他の劇場に公演行って、そのグループが劇場公演減るみたいなことは特にないんですか。いや、それもいまいち何とも言えなくて、まあ、NGT だけで言うと、NGT も昔ほど毎日公演やってるかというとそうでもないし、なんなら土日しかやらないよねみたいなこともザラだったりとか、
うんうん、あとはコンサート前とかってなると一気にお休み続いたりとかもするし、あだからあんまり多分そこまで気にならない感じじゃないかな、 NGT だけで言えばっていう感じではあるので、あ、まあ、なんか SKE みたいにチームが、ね、あってそれぞれ何回も公演するってなると、うん、そこはちょっと考えなきゃいけないところではあるんですけど、うん、まあ、ただ間を縫ってやる分にはそこまでそんなに気にする感じもなくないんじゃないかなって個人的に思うところではありますけどね、はいはいはい、あと HKT もまだチーム制ですもんね。そうですね、HK、うん、あだからその辺をってことですね、うん、懸念してる、うんうん、なるほどね、まあ、でもそんな何回もやるのかなっていうところはありますけどね、なんかはいはい、各々のその例えば新潟だったら新潟で2回公演するとか、そういうぐらいの感じで全国回って期間でみたいな感じ程度なのかなと思いますけどね、うん、うん、あれ今 AKB の公演ってどうなってるんですか、今チーム制じゃないですもんね。そうなんですよ、なので AKB は、はい、その公演メインの公演とあとは研究生の公演があったりするんで、うんうん、はいはいはい、はい、それで回したりみたいな感じですよね。うーん、じゃあ同じ公演で出るメンバーが違って、あそうですそうですそうです、はいはいはい、ああなるほどなるほど、だその辺もあれです、チーム制だったらねいろんなところを別々で行ってみたいな感じになるかもしれないですけど、うん、AKB だと多分チーム制じゃないんで行けるメンバーで行って公演やってみたいな感じになると思うんですよ、うんうんうん、はいはいはい、なるほど、うん、じゃそうなってくると別に多分そんなに、うんね、チームで回るわけじゃないんで、うん、圧迫する感じではないかもしれない、うん、長い期間でがっつり、うんうんうん、他のグループに影響が出るほどやるかっていうとそうじゃないんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。ああ、はいはいはい、なるほど、うん、まあ、ちょっと発表見てみないと何とも言えないですけどね、はいはい、うん、まあ、分社化だって今もかあれ前だって AKB の握手会とかに他のグループ出てましたよね。そうなんですよ、出てたし、それこそ AKB の CD 買うとね、うん、あの AKB だけど SKE で松井ジュリナさんいたりとかっていうこともあったわけじゃないですか、うんうん、その他のグループも選抜メンバーに入ってみたいなこともあったんで、うん、生写真も全グループのメンバーが入ってるみたいな、うん、AKB の CD 買うと、うん、あ、そう、そうなんですよ、はいはいはい、昔は、今はそうじゃなくなったので、うん、うん、ただその当時は逆になんかなんで SKE のこの子入れるんだよみたいな感じにちょっとずつなってきてて、もうなんか純粋に AKB だけの選抜見たいよねっていうのもちょっとずつ話題になってた時期だったんで、まあやっぱその辺はあれですよね、まあ、ないものねだりじゃないけど、うん、なんかね、全グループが参加してる時は AKB だけで見たいってなるし、 AKB だけの時はもっと全グループで見動いてる姿が見たいってなるしっていうのは、うーん、まあそりゃそうですよね、まあそうだよなっていうふうに思いますけど、まあでも今で考えられないですよね、だって乃木坂の握手会に桜坂と日向坂が来るようなもん、そうですね、もどましいよね、うん、とんでもないですよね、すごい時代だったなと、うん、ですよね、だからまあ今その区別がはっきりしてるからこそ余計にこういうことを感じるファンの方もいるってことですよね、うん、そういうことですよね、まあまあ、当時だったらそこまで感じですけど、なるほどね、うん、まあ、HKD だとそれこそグループで、ね、はい、あったりするんで、うんうん、劇場公演回数減ってしまうっていう懸念もあるかもしれないし、逆に NGT だとそもそも劇場公演そんなに多くあるわけじゃないから、逆に AKB 来てくれるの大歓迎って思うファンもいるだろうしっていう、なるほどなるほど、そうそう、そういうのもあれですよね、分社化したからこその問題というかね、そうですね、うん、じゃあそのあたりはまた発表を見てって感じですかね、今後出る発表を、視聴会の発表を見てって感じですね、はい、はい、そのあたりも含めて追っていければと思いますんで、はい、まあ、今回この3件コメント取り上げましたけど、まだまだ、はい、コメントいただいてますし、気になったコメントはバンバン読んでいくの で、 そうです、ね、これからもコメントをいただける、些細なことでもね、コメントいただけると嬉しいです、はい、お願いします、ということで、はい、お願いします。ということで、コメント読みは以上でした。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ここからはですね、直近あった出来事について取り上げていただ、取り上げていけばと思うんですけども、はい、まずはですね、日向坂の話題からですね、はい、
前回本当収録した後すぐ、解禁だったわけなんですけど、だから今ちょっと現時点ではちょっと解禁されてからは時間経ってしまってるんですけども、うん、まあ、この1週間の間に音源解禁がありまして、で、君はハニーデューっていうタイトルだけが出てる状態でして、はい、前回は、はいはい、そうですね。でそのハニーデューってなんだろうって言ってる間に松田が調べてくれて、で、はい、蜂蜜なんじゃないかみたいな話してたんですけど、はい、まあ、楽曲の歌詞をね読み解くと、うん、このハニーデューっていうのはハニーデューメロンのことだった、はいはいはい、ですね、メロン、そうそう、メロン、ハニーデューメロンっていう種類があるらしくて、はい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 、それのことだったみたいで、うん、はいはい、そうそう、なるほど。なんか調べるとハニーデューだけで調べるとハチミツっていう感じで出てくるんですけど、はい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 、歌詞とかいろいろ見てるとハニーデューメロンなんだなっていう感じでしたね。そうですね、うん、だから、まあ、より日向坂っぽいタイトルだなと思いましたね、それ聞いて。ですよね、ちょっと可愛さのあるというかね、そうそう、君はメロンって言うんですから。メロンって初めてですね、なんかね。そうですね、初めて、まあ、確かにあんま出ないかもね、うん、歌詞出てこないかも、うん、日向坂ならではなんじゃないですか、そこら辺ですよね、うん、そうですね、うんうん、ミッキーさんどうでした、聞いてみて、はい、率直になんかリズムつかみづらかったよね、なんか、うん、なんだろう、覚えにくいというか、なんか、え、なんだろう、このこうはっきりこう記憶に残りにくいようなメロディーちょっと感じたというか、もう人もしかしたらいるかもしれない、うんうん、すぐパッと覚えやすいって感じなかったんで、うん、ああそうですか、はい、どうでした、まあ、あれですよね、なんかこう ありきたりなアイドルソングだなみたいな風に思った感はあるというか、うん、うん、前回の話でも出ましたけど、君はって言ってるからちょっと男目線の楽曲だろうねみたいな話はしてましたけど、はいはいはい、はい、まあ、なんか歌詞的にはそういう感じでしたけど、はいはいはい、やっぱ歌ってる感じからするとやっぱ王道アイドルソングみたいな日向坂っぽい感じなので、そうだから、うちらのチャンネルだとね、歌ってみたとかやりますけど、結構こういう楽曲だとやりづらいよねみたいな感じの曲ですよね。あー、うん、歌詞的にってことですか。歌詞的に、あと曲調的に、なんか男2人が歌って、おえってなるようなというか。歌詞の内容はですか。歌詞の内容というか、歌ってる雰囲気的な感じ。ああ、はいはい、はい、はい、うん。なんかそんな風に感じるというか。そうです。多分このまま、まあ、カバーした時の、その音源の感じというか、はいはいはい、これそっくりそのまま、まあ、キー下げてか上げてとかだったら確かに歌いづらいかもしれないです。うん、多少なんかでもうギターをもっと立てるとかしないと、はい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 、男二人で言ってるのは確かにそうかもしれないですよね。うん。なんか最初パッと聞いた感じ、散らかっ、ちょっとメロディーが散らかってるという表現がいいのかわかんないけど、でちょっと感じ、うん、ははなくもなかった。そのね、なんだろう、こうやっぱさっきも言ったけど、覚えにくいというか、あれこれって何のメロディーなんだっけってちょっと感じちゃったから、うん、そういう楽曲からみたいな、スルメになるのかなとか思ったりもしたし、うん、あ、そうですか。どうですかね、どうですかね、うん、ちょっと、え、松さん的にどうですか、楽曲。まあ、なんか前回の甘いレディから引き継ぐ感じからしても、まあ、なんとなくこう、うんうん、日向坂感ありつつ曲調的にもういい感じだから、はいはいはい、まあ、なんか日向坂が歌う分にはありかなと思うんですけど、うん、そう、ただ自分的にはなんかこう、それこそ僕なんかとか月と星が踊るミッドナイトみたいな曲だと、なんだろう、ちょっとアップテンポ感もあって、はいはい、可愛いっていうよりも、かっこいい感じでも聴けるかなっていう感じはあるけど、あ、そう、だから歌ってみた目線だけで言うと、そういう楽曲だったら歌いやすいけど、うん、Am I Ready とか君はハニーデューみたいな曲だとちょっとやっぱハードル高いよねっていう、こう女の子が歌うんだったら可愛く歌えられるけどねっていう、はいはいはい、うん、まあ、ただ日向坂だけで言うと全然曲調的にもなんか受けるだろうなっていう感じはしますけどね、うん、まさに僕もそう思ってて、はい、うん、今回、まあ、いろんな事前情報があったじゃないですか、その、まあ、タイトルが発表されて、でセンター正面にさんでジャケットも先に出て、うん、で、MV は公開しないで楽曲だけではいドンみたいな感じだったじゃないですか、はい、はい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 、でなんかすごいいい意味で、あの想定内の曲が来たなっていう感じなんですよ、うん、
いい意味だね。でここ最近だとその4期生楽曲がまあ比較的日向坂っぽいって言われてたんですけど、うん、けどまあそれも考えてみると結構いろいろやっぱ実験的だったなと思ってて、そのまあシーラカンシとかもすごい人気で再生されてますけど、まあそれも含めてあと夏の魔物とかもあれも七人の荒野のオマージュがちょっと入ったりとか、結構多少あのまあ僕はすごい好きだけど聞く人によってはパクリだとかって言われたりとか多少癖はあったじゃないですか。だからってやっぱ4期生の楽曲も相対的に見たら日向坂っぽいってだけで、やっぱ今回のハニードゥー聞いたらそれこそやっぱ2枚目3枚目のカップリングの本当の時間とか、あとマイゴッドとか、まあ、ママのドレスとか、そのあたりのをやっとなんか素直に出してくれたなっていう感じなんですよ。だからそう上野さんもやっと素直になったかみたいな感じで、素直になったか、そうだからファンの評なるほど、ね、そうだファンの人、まあ、上野さんもいろいろ考えた上で出してたと思うんですけど、そのカードを切ってたと思うんですけど、だからファンの人の評価も結構上々ではあるんですけど、でもだからといってなんか脳が破壊されたみたいに神曲神曲っていう感じでもないんで、そうですね、ちゃんとなんか地に足ついた感じで聴いてるというか、それはその雰囲気もすごいいいなと思ってて、でもやっぱりそんな中でもなんかこういうちょっと批判的なというかあんまりなって思う人がいるのは多分やっぱね、そういうファンの人は割と焦ってるんだろうなって思うんですよね。やっぱ1年で紅白帰り咲きたいとか、やっぱ一番大きいわけ東京ドームがあるとかよくあると思うんですけど、なんか僕的には今そのフェーズじゃないんじゃないかなっていうか、なんかやっぱりいろんな、まあ、思えば桜坂の時もそうだったと思うんですけど、なんかだんだんこの会場が埋まんなくなってとか、なんかちょっと迷走してる感じというかね、そうそう、他のファンにやんやそ外側からやんや言われてるみたいな、けど、まあ、桜坂がここまで復活できたっていうのはもちろんファンのあメンバーの頑張りとか運営が頑張りとかあるかもしれないけど、なんかファンがちゃんと熱量を持ってたからっていうのもあると思うんですけど、なんかファンの熱量が新しいファンを生むというか、なるほどね、だから日向坂のファンも今そういう時期なんじゃないかなというか、外側からの意見に流されずにやっぱ自分たちが楽しむ、楽しもうとするような曲が今回来たんじゃないかなって思う、やっと来たんじゃないかなと思うんですよ。その辺がすごい嬉しかったというか、まあ、もちろんそのさ運営の動き方に親って思うことももちろんあるけど、けどそういうのも、まあ何だっけ、まあ、ちょっと言うのを抑えて、今あるコンテンツを楽しむことが新しいファンを増やしていくことなんじゃないかなと思ったりもしたんですよね。なるほど。だから余計に MV とかもすごい楽しみだし、ですよね、だんだん曲も楽しみだし、だ僕としては今回の楽曲すごい良かったんじゃないかなと思いますね。やっぱなんかいろいろ活発になってきたじゃないですか、そのなんかアイスボックスの CM とかもね。あ、そうなんですよ。さんと藤島さんがメインビジュアルでみたいな。めっちゃ良くないですか、あのビジュアル。そうそう、すげえいいなと思って見てて、ちょうど夏の時期でアイスボックスね、目にすることも多くなると思うんですけど、めちゃめちゃいいなって思いましたもんね。そうそう、なんかショートドラマ的なのが解禁になるんでしたっけ、アイスボックスの。あ、そうなんだ。なんかそんな感じの話をどっかで見た気がしましたけど。そうだからなんかスイッチが入った感じがして、カチッと切り替わった感じがして、だこの期間すごい楽しみだし、僕も全力で楽しみたいなと思いますね。久々にすごいワクワクするというか、日向さん、感じが僕はしちゃうけど、はい、っていう感じです。なんで、まあ、今後、あ、そうだ、そういえば明日ね、あ、今日か、はい、日付は26日今日はちょうど MV 解禁、はい、そうですね、ついに。それもすごい楽しみだし、ですよね、どんな感じなのかね。もう今でもあのアーサ、はい、待機中がいたのでね、50人ぐらい、あ、ですよね、いました、いやだからみんな期待値は高いんじゃないですか、やっぱそのアーシャとかジャケットの感じで来てほしい、あのテイストで、ってのはすごいありますけどっていう感じですか ね、 そうですね。なんで今後、まあ、毎週多分日向坂の話題がどんどん上がってくると思う、だからここから続けて何週間かは追っていければいいですよね、続いての話題は、まあ、ここ何週間かずっと取り上げてますけど、乃木坂のチャンスは平等出ました。ミッキーさんどうですか、聞きました、これ。聞きましたね。なんか思ったよりそんな悪くないなって思っちゃったのが正直。ああ、そうですか。俺が悪く言い過ぎた。なんか一応急上昇ランキング13位ぐらいになってた、ね、まあ、そうなんだ。そう、あとなんか繰り返しのメロディーが多かったから、なんかダンスも簡単な振り付けが多かったし、なんかなんだろうな、
割と思いやすいとか、そのこう癖になるというか、うん、そのあるかなと思いますね、うん、自然に覚えちゃうみたいな感覚にはなると思ってます、思いましたね、はい。まあ、確かにそのバックグラウンドというかね、そういう背景を知らなければすごいそういう素直に入ってくるかもしれないんですけど、あと MV が割と凝ってるなって思いました、うん、その割とっていうか結構凝ってるなっていうか、そのメンバーもすごいおしゃれめちゃめちゃしてたし、エキストラも使ってんだな、うん、こことかってシーンもあったし、はいはいはい、普通にがいっちゃったのもあります。リピートする、これミッキーさんは、もう一回聞いてもいいかなって思う。ああ、そう。うん、ああ。一発で、これ、神曲だなっていうのは、ちょっと、なってないけど、まだ。でも、なんか、何回か聞いてみたいなって思う。なんか、自然にこう、二回目も求めちゃうのはあるから。ああ、なるほど。ああ、確かにね。ちょっと癖になるリズムとか、ちょっと単調な繰り返しが多いから、その、その辺で、なんかまた聞きたいなってなるとこはあったなって、ね、確かにシャッフル再生で流れてきたらすごい嬉しい。ああ、なるほどね。逆にあれかもですよね、そのファンの界隈だからってなってるけど、実はそういうのを知らない人も聞くってなったら確かにいいのかもしれないですよね、こういう方が。はい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 、まあ耳には残るというかね、うん、こうどこのグループだろうと気にはなりますよ、うんうん、ちょっとわかんない、 AKB かもしれないし、確かに AKB 感もありますもんね、ちょっと調べるかもしれない、確かに、うん、初めて聞いたら。ミッキーさん、これ歌ってみたらやりたいですか？やってもいいかなと思ったけどね。ああそう、曲は、はい、なるほど。どうしようかな。なんか難しそう。いや結構難しい気はしますけどね。でも僕らが歌ってみたら大体なんか雰囲気が分かっちゃうのは俺だけかな。あ、まあまあまあ。こんな感じの声のテイストになって、大体こんな感じの。いや、まあそうですよね。あれ、今撮ってるのあるんですか、歌ってみた。今、ちょうど昨日編集が終わったのが、桜坂の楽曲。はい。はい、難しくなかったですか？結構難しかったっすね、これ。いや、ですよね。うん。いや、なんかあれなんですね、毎回桜坂の楽曲って、テンポ早くて早口なんで口が回らないのと、はいはいはい、はい、そうですね。あとは今回の楽曲に関してとサビ部分でこう曲が重なって歌詞が違う部分があったりとかして、はいはい、ああそうです。そうだからそこの収録がやっぱ手間でしたよね。一回その部分だけで撮って改めてもう一回撮り直してみたいな。うーん、そう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 、単純に撮るのが増えるの。そうなんですよ。なるほど。結構そこはクソって思いながら撮ってましたけど。難しいですよね。うん。一輝さん的にどうですか？チャンスは平等か、羽生流、どっち撮りたいって言われたら。チャンスは平等の方が撮りたいですね。ああ、そうなんだ。マチさんはどうですか？あ、いや、まあでも、どっちから歌いやすい方ってなったら、チャンスは平等の方が、なんか男が歌っても、ね、変な感じにはならない。確かに。そこ結構やっぱ、やっぱどうしてもアイドルファンだと、はい、女の子が歌ってるからいいよねっていうのはあるあるだと思うんですけど、そこをだから男があえて歌う良さが出せるってなると、やっぱそういう曲じゃないと難しいのかなと思ってて。そうそう。だから、どっちか選ぶんだったらチャンスは平等の方が歌いやすいのかなとは思いますけどね。はいはいはい、でも長く感じましたね、途中で乃木坂のチャンスは平等。はいはいはい、まだ4分かよみたいな思っちゃった。ああそれはあれかもしれないですよね、盛り上がりがないから長く感じるのかもしれないですよね。何回もリピートしてましたからね、うん、なんか同じ感じのテンポだったりみたいな。確かに確かに、それもあるかもしれない。その辺がね、あんまりいまいち盛り上がってないところポイントでもあるかもしれないですね。乃木坂ファンの間では。一番再生はされてて。でもまあ。そうそうそう。まあまあ。けどあんまりやっぱ評価は高くないし、割とその、そういう、あんまネガティブなコメントはちょっと目立つんですよね。さらに。うん、珍しく。でも歌詞の内容よりも曲調って大事だもんね。まあそうですよね。盛り上がりがあるとか。曲調が結構大事。まあね、歌詞あんまり大事じゃなくない？歌詞はそうなんですよね。聞いて
ね、歌詞聞いてみてからですもんね、まずメロディーから入るんで絶対。そうですよね、はい、うん、正直 MV とかもまあまあいいけど、クオリティが高いのは。でもやっぱり曲調が一番聞きますもんね、見ますもんね、みんな。そうですよね、曲調で歌詞入ってくるのはね、じゃないかと。多分作詞の内容がもう本当に変でも、ちょっと変でも誰も咎めないというか、追求しない気がします。まあでも難しいですよね。割ともう乃木坂 もう35枚目だから、割とやり尽くしてる感はすごいあると思うんですよ。あ、まあそうですよね、通りのことを。うん、あとはもう、まあ多分杉山さんが来ればね、みんな手放しで喜ぶようなことだと思うんですけど、まあでもそればっかりってわけにもいかないですから、ね、うん、うん、っていう意味で今回のシングルは、まあそういう意味ではすごいあれだったのかもしれないけど、やっぱいろんな事前情報とか重なって、はい、山下さん卒業を強く出した感はあったのにっていうところはあったかもしれないですね。でまだそれ以外の曲が何も解禁されてないんで、そうですよね、ですよね、うん、だから山下さんのソロも楽しみにしつつ、はい、あとアンダーもまだ誰かフォーメーションも出てないしですよね、アンダーがやっぱ一番個人的には注目かなと思ってるんで、そうですね、はい、みんなそうでしょうね、うん、って感じでしたかね、はい、まあなんでまたその歌ってみたとかは後々、まあ、どうするか、そうですね、要検討ってことですね、はい、はい、今はあれなんですよ、はい、AKB の曲をとりあえず自分が収録を終えてミッキーさんが収録入るって感じですよね。そうですね、はい、あれ AKB 何でしたっけ、ああユキリンの、はい、はい、カラコンインク、ああそうかそうかそうか、なるほど。カラコンインクの方はどうでした、大変でした。カラコンインクはどっちかというとやりやすかったっすよね、メロディーが。やりやすかったんだ。あ、個人的にはやりやすかったですね。へえ、なんだ、あんまりこう不安に思わなくていいか。うん、桜坂ほどハードルは高くなかったかなっていう感じでしょ。あ、はい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 、はい、うん、ラップとかだとね難しいですよね。ですね、うん、うん、まあ、確かに桜坂は特にふわりがね、そうなんですよ、激しすぎるというか、絶対歌えないやん、はいはい、これと思って。そうそうそう、おじさんには厳しい曲は好きだけど、ね、曲はやってて楽しかったけど、うん、まあ、でもなんか何回も撮りすぎるとちょっと なんか最初の一発目での方がうまく取れて、うん、何回も回数こなしちゃうとなんかあれあんま良くないなってなる、うん、なんだな今回は収録、まあ、毎回収録ってやっぱそれはあるけど、何回も取り直すといまいちあれこれ良くないなみたいな、うん、って なってしまうのはあります。最初の一発目で 2,3 回で取ってしまった方がいいものが取れてる気は、感覚はあります、うん、だからメンバーそれを生音でやったりするわけですから、そうです、ね、ライブでどんだけ練習してんだって話ですよね、ですよね、はい、というわけで、じゃあその辺はおよいですね、はい、今後の要検討するとそうですね、はい、で坂道関係だとこんなもんですかね、話題としては。まあ、ぼちぼち細かいのあったかもしれないけど。はい、うん、あとあるのは、あれですよね、4月から乃木中だったりがちょっと時間が変わるっていうので、あ、そうだそうだ、はいはいはい、そう、ちょっとあれですよね、後ろ倒しになるんですよね、15分ぐらい。うん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 、そうですね、15分、そうですね。そう、まあ、新潟は全部見れないんで、あんまり関係ないんですけど。はい、うんそう、また4月からスター誕生が再開。あ、ですね。逆にこっちは時間が早くなるんですよ、確か、はいはい、繰り上がって見やすい時間になるっぽいんで、はい、だから本当このまま6期生行くまでずっとやるんかなって感じですよね、車で、うんうん、やっぱ枠はもう乃木坂固定なのかなって、うん、思いますね、はい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 、あと1年ぐらいまだ続くんじゃないかって思っちゃうんだけど、こっからね6期生で6期生に走る、ね、しかもそれでライブもできるってなったらだいぶね集客もできていいですよね、確かに、うん、あ、ですよね、うん、そうですね、ライブ始まったのも前回の4期生が来た時の、そうですよね、ですもんね、乃木坂スター誕生とかでやり始めたら、うん、確かにそれに味を占めた感はやっぱあるかもしれないですね、うんうん、でもやっぱ感覚としてね、やっぱ僕はやっぱ東京だから三坂道が見れるんで続けて、はい、でほらやっぱ今度ラジオも桜坂のラジオが移動になって、うん、続けて聞けるんですよ今度また、おー、乃木の日向日桜さ、うんうんうん、で今度僕はもう続くのかな、だからすごい聞きやすいんで、はいはいはい、だからこうどんどんこの押し増ししていく感じはあるんですけど、うん、まあ、確かにやっぱり全員が全員そうじゃないっていう感覚としては、う
はいはいはい、やっぱその1個だけやってるところとかもあるし、番組を。そうなんですよ、うん、まあ、乃木千葉は YouTube で見れちゃうからあれですけど、ね、うんうんうん、YouTube はすごい手軽だからすごい見やすいんですけど、そのレミノとかでわざわざ見るかっていうとまたそれも話が違って、はいはい、そうなんですよね、うんうん、YouTube だとさっと見れるんですけど、やっぱレミノちょっとめんどくせえなってなっちゃうんですよね。まあ見れるだけいいんですけど、で見れるとはいえ、そう、はいはい、それぞれのやっぱ視点が違えよなっていうですところですね、うん、はい、というわけで、うん、って感じですかね、乃木坂の話題はじゃあこんな感じ、はい、で、はい、で NGT 関係とか AKB 関係でなんか松さんの方でありますか？はい、NGT はね、これから卒コンがあるんですけど、はいはい、その前に、はいはい、卒コンの前に卒業公演が本間日向さんのが終わりまして、お、なんか普通であれば卒業コンサートやってから卒業公演やるっていうのが定番の流れなんですけど、うん、あ、そうなんだ、はい、大体は卒業公演で活動終了みたいなことが大体なんですけど、今回ちょっと特殊で、卒コンの方が後に来るっていう感じなんで、へぇ、そう、今までにない感じではあるんですけど、うん、そう、でもその卒業公演がめちゃめちゃ良かったんですよ。本間日向さん1期生なんですけど、それこそ1期の劇場公演の最初からを振り返るような感じもあったりとか、あとは、そのこのメンバーとこういうユニットやるんだみたいなのもあったりとかしたりもしたし、うん、そういろんなの見れたんで、卒コンがすごく逆に楽しみになったというか、はいはい、うん、まあもう公演で本間日向さん見れることはなくなっちゃいますけど、まだね、うんうんうん、最後卒業コンサートで、逆にね、普通は卒業公演で終わりなのが卒業コンサートで結構、うんうん、人数が入るファンの中で追われるっていうのは逆に本間さん的にはいいことなのかなと思うんで、うん、うん、たくさんの人に見送ってもらいながら卒業できるので、そうですね、はい、はい、まあ、あとは NGT は部活が結構動いてて、はい、NGT ラーメン部とかもあったりするんですけど、あ、はいはいはい、その一個でスイーツ部っていうのもあって、でそれの部長が本間日向さんだったんですけど、はいはい、スイーツ部でいうと、なんか YouTube で番組やってたりとか、今新潟の方だとスイーツ部、はいはいはい、金曜日かな、午前中、うん、その番組が地上波で流れてたりもするんですけど、うん、その部長が本間日向さんから3期生の末綱月さんに代わるっていうのが一個出てきたんで、この子もまだ、ね、4期生は入ってきてるといえど、ようやく、うん、はい、昇格してこれからっていう子なので、ちょっと部長として引っ張っていく感じが見れるのちょっと楽しみだなというふうには思ってますけどね。そう、4期生の話が出たので4期生の話なんですけど、うん、ちょうど収録してる日までかな、はいはい、1週間ぐらい、はいはい、NGT のメンバーシップっていうのがあって、でそこでメンバー個人のチャットっていうのをやってるんですけど、はいはいはい、それの4期生のチャットがスタートしまして、お、はいはい、であれなんですよ、その1週間は無料で4期生メンバーのチャット取れますよっていうのがあったんで、はい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 、自分も全部のメンバー見てたんですけど、うん、結構なんかこうモバメと違って動画も送れたりとかするんで、へえ、ああ、そうなんだ、そうなんですよ、チャットはちょっと見やすいっていうか簡単に見れるんで手軽さはあるんですけど、はい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 、で一応アプリになってるんですか？あ、そうなんですよ、アプリというかブラウザーではあるんですけど、なんか、うん、そう、メンバーとチャットしてる感じで見れるよみたいな、あ、そう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 、はいはいはい、で一応返信もできて返信も見れるみたいなんですよ、メンバーも、はいはいはい、あ、見れるんだね、そう、はいはい、モバメも返信したら見れるんですけど、メンバーもそれ見てるっていう話なんで、本当にチャット感覚でできるみたいな、そう、それが無料でやってたんで自分も撮ってたんですけど、やっぱ人によって、はいはい、ね、あ、こういう感じで送るんだっていう子もいれば、結構いろんなことを写真撮って送るみたいな子もいたりとかして、うーん、そういうのも含めてちょっとどの子を撮ろうかなっていうのはちょっと考えてはいるんですけど、ちょっと結局1週間で考えきれずに1回全部登録解除にはなっちゃうので、ちょっとこれから考えようかなみたいな。めちゃめちゃ迷うんだ、はいはいはい、そう、いや、1人550円かかるんですよ、高いな、高い、そうなんですよ、だから結構迷うんですよね、
で一人そのなんだろう、いろんなのを把握したいっていうのもあるし、うん、応援したいっていうのもあるんで、うん、藤崎美優さん、キャプテンの藤崎美優さんのチャットは撮ってるんですけど、はいはいはい、そうだからその子プラスもう一人誰か撮ろうかなって考えるとちょっとやっぱ考えますよね。同じ一期からもう一人撮ろうか。ガタネっているんですか、まだ。ガタネいますよ。あ、いるんだ。そうだから、そうそう、そういうのもあって一期生もう一回撮り直そうかなとか、はい、うーん、逆にこれからのメンバーだから4期生改めて取り直そうかなとかいろいろ考えて結局悩んでるっていう状況で、あと何人選ぼうと思ってますか。いや、取っても2人かなって思ってて、あ、いやいや、さすがにね、1000円超えてきちゃうんで、はいはいはい、そうで、そのメンバーシップ自体も年間6600円かかってるので、なるほどね、結構高いんですよ。でそれと別でモバメもあるんで、モバメは300円かかるので、すごい。モバメと内容違うんですか、チャットは。あ、違いますね。なんかチャットは本当に、あ、違うんだ、はい、チャットはなんか あの簡単に言うとツイッターっぽい感じ、はい、つぶやきイメージみたいな、はい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 、あ、そうなんだ。そうで、モバメはすごくなんだろう、本当に見る人しか、撮ってる人しか見れないんで、はいはいはい、コアな話が多いというか、ちょっと今こういう気持ちでとか、それこそ本間日向さんの卒業公演について藤崎美優さんなんか振り返ってこういう気持ちでみたいなのがあったりとか、そういうのが、はいはいはい、そう、しっかり伝えてくれるのがモバメかなみたいな、はい、そっか、坂道だと一緒なんですよね、モバメと、あのメッセージであるんですけど、うん、そうですよね、2つ内容は一緒なんですよ、はいはいはい、送られてくるのは、まあ、得点が違ったわけで、まあ、メッセージは動画が送れたりとかってなるんですけど、うん、だそれでも350円なんで、そう、だいぶ違います。150円はちょっとなって思っちゃうんですけど、ね、うん、いや、そうなんですよ。だからチャットちょっと高めなのでどうしようかなっていうのはすごく悩んではいるところなんですが、はいはいはい、まあ、なんでコメントで誰撮ってるみたいなのがあったらちょっと参考にしたいなみたいな感じですかね。はい、NGT 結構そういろいろやってて、そこツイッター、インスタ、あとはそのモバメもやって、チャットもやって、はいはいはい、実は公式 LINE もあるんですよ。まあでも LINE はほぼみんな動いてないんですけども、うん、うん、あとはそのモバイルの中のフォトログっていう、うん、ブログみたいなやつもあったりとかして、はいはいはい、そういうのもあったりとかするんで、結構多分メンバー的にはどれをどう使おうかなって悩むだろうなと思って毎回見てるんですけど、それだけあるよね。そんな書くことないじゃんね。そうなんですよ。坂道メンバーかといって同じの書くわけにいかんしなみたいな。そうそうそう、はいはい、同じの書けないから。そうなんですよ、だけあるとむずいっすよね。うん、むずい。やっぱ値段がだいぶ違うので、モバメとチャットだと、はいはいはい、チャットの方がやっぱ550円で結構高めなので、はいはいはい、モバメはいくらですか。モバメ300円かな、315円とか。ああ、なるほどなるほど、はい、なんでチャットの方はこう一言も入れつつ、うん、画像だったり動画だったり送る子が多いイメージはありますけどね。モバメはやっぱ一つに対して写真数枚プラス文章が長いみたいなイメージなんですけど、そうだからチャットの方がちょっと動画もある分特別感あるかなっていうので、こう分けてる子が多いイメージはありますけどね。まあそれに加えてブログもあるわけです。そうなんですよ、ブログもでも書いてるなんかちょっと区切りのタイミングで書くみたいな人が多いぐらいの感じ。あ、昔はもうなんかそれしかなかったんで、もうなんかすごいいっぱい書くみたいな子もいたんですけど、今はもうなんかうんみたいな、うん、まあ、ちょっと大きいタイミングがあった時に書くみたいなイメージですか、はいはいはい、どっちかというと、まあ、なんでメインはモバメと今のチャットがメインなのかなっていう感じではありますけど、ね、あ、はいはいはい、むずいですよね。だからツイッターもやりつつインスタもやりつつみたいな。いや本当にそうなんですよ。アイドル大変だなと思って。やってますよね。ですよね、うん、だってブログ書くだけでも大変じゃないですか。思うんで。そうなんですよ。でそこで書いた内容をまたファン、あのお金かけてくれるファンに特別に、まあ、多分そこから別にって考えると大変ですよね。うん、いや本当に それプラスで YouTube やってますみたいな子もいたりするじゃないですか。
ね、すごいな、うん、そう考えすごいですよね、うん、もうだからそね、あのうじら的にも YouTube やってて編集とかも やったりするわけなんで、うん、そういうちょっと裏の大変さよくわかるわけじゃないですか。そうですね、そうだからそういうの考えると本当にアイドルすごいなと思って毎回見てるんですけどね。いや、はいはい、はい、うん、きついですけどなかなかね。ですよね。はい、まあそんな感じなんでぜひちょっとコメントで皆さん誰を撮ってるのか教えていただけると参考にするので、はい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 、お願いします、はい、というわけで第9回か、はい、9回やってきましたけど、はい、どうでしたでしょうか。どうですかね、なんかね、結構毎回時間的にはね1時間超え、うん、超えるぐらい撮影してますけど、うんうん、意外と撮るとあっという間というか、はいはい、そうですね、はい、確かに、うん、これ結構ラジオなんで編集楽かなと思いつつ1時間やっぱ丸々聞き返しながら編集しなきゃいけないんで、そっかそうなんですよ、意外と時間かかるんですけど、うん、でも割とカット入れてないですよね、そんなに。いや入れてます、結構入れてる、実は入れてんだ、入れてるし、あとはやっぱ音でガサガサなってるところは調整しなきゃいけなかったりとかもしたりするし、うん、はいはいはい、あと話の流れ的にこの流れで話はしてるけどこっちとつけた方が流れつながるよなとかの時はそっちにつけたりとかっていうのもあったりとか、うん、あ、結構ね意外と大変だったりはするんですけど。編集何時間ぐらいかけてます、はい、編集前回は1本終わらせるのプラス、あとはあの小出しで出す用のも一緒に作ってるんで、うんうん、はい、それまとめて多分6時間とか、はいはい、6時間、うん、そんなかかるんですね。え、2日に分けてですか、1日、いや1日でがっつりやっちゃう方が多いかもしれないです。もうなんか分けるともう忘れちゃったりとか、結構その部分部分で色分けとかしながらやってはいるんですけど、それでもやっぱり内容忘れちゃったり、そう内容忘れちゃったりとか、あここでこういう話してたなとかそういうのあると一気にやっちゃった方が話が早いんで、はい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 、そう結構まとめてやっちゃってますけどね。へえ、はい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 、まあ今回はどれぐらい、まあでも今回あれですよね、取り上げるのがそんなに多くはなかったんで、そう、うん、内容は少なかったですね、うん、まあ、なので編集的には楽かなと思いますけど、うん、はいはい、まあでもちゃんと聞けるように編集するのでちょっと頑張りたいなと思うので、うん、ぜひ聞いてください。はいはい、お願いします、はい、まあ、また来週あのさ、松さんの引っ越しがあったりとかしてちょっとイレギュラーな感じになるかもしれないけど、うん、そうですね、まあ多分大丈夫だと思うんですけど、もしイレギュラーな感じになったらちょっとね、うん、はいはい、動画的には遅れちゃうかもしれないですけど、うん、まあ、そこはちょっとご了承いただければと思いますけどね。はいはい、はい、まあ、そうですね、今回またコメント欄コメントいただければ、まあ、その次回の時にねまたまとめてコメント返して形でさせていただくんで、うん、ですね、よろしくお願いします。お願いしますって感じです、ね、お願いします。はい、というわけで、まあ、それに付随してね、まあ、コメント、動画に対するコメントだけじゃなくて、新しいリクエストとかね、うん、こういうことありましたよとか、うん、こういうこと触れてくださいっていうのもあれば、同時にお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、で、これはまたいつも言ってることなんですけど、うん、MK2 グッズがね、パーカーとか T シャツが、いつも販売されてますんで、はい、はい、はい。まあ、これもいつも言ってますけど、部屋着ぐらいには、いいんじゃないかと、はい、いうことで、ぜひそちらもチェックしてください。お願いします。はい、なんかあれですよね、コメントとかでいろいろできるんであればまた新しくこうグッズ作ってもいいのかなと思ってて、なんか画像とかが新たに作れるようであればそれを元にこう T シャツだったり販売できるんで、ちょっとそういうのも今後できるようであれば考えていきたいなと思ってるんで、ぜひぜひお願いします。で、そして、メンバーシップもですね。はい、でメンバーシップは入るとどんな感じですか。入るとそれこそ毎回言ってるんですけど、はい、上げた瞬間にうちらの動画が見れるので、はいはいはい、いつも日時設定して結構ねタイミング的にはちょっとずれてアップされることが多いと思うんですけど、はいはいはい、リアルタイムぐらいの感覚で多分動画も見れると思うんで、だからその時の体感でこう動画も見たいって感じであれば、うん、
それ、はい、あれですね、メンバーシップ入っていただけると、うん、そう誰より早く、そう誰より早くメンバー限定で見れたりとか、あとは今後考えてるのは、うん、それこそね、はい、あの今まで開封したようなグッズだったりを還元できるような何かができたらいいなっていうふうには思ってるっていう感じですかね、うん、はいはい、はい、なるほど、はい、というわけで、まあ、今回も第9回でね、はい、もう次回節目の第10回、そうですね、そうですね、っていう感じではあるんですけど、多分まあまた次回もね、はい、いつもと変わらず1週間あった出来事を振り返っていくような感じになると思うんで、はい、そうですね、まあこういう感じを楽しみにしていただければなと思います、続けて、はい、はい、というわけで、なんで今回、ありがとうございました。また次回も、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけで第9回の、ラジオ放送局終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。